じゃあ今は4対2わ頑張んなきゃ、リナさん頑張ってってみんなが言われてますよ。ありがとうございます。じゃあ聞こえてきた。続きまして第7問、ジーンズの誕生に深い関わりがある出来事はどれ、1番南北戦争、2番ゴールドラッシュ、3番禁酒運動。2番。頑張れ。3番言うまい、すごい。正解。あれ、ホロとかそういうんで、はい、丈夫なジーパンをズボンを作るのに、ホロ場所のホロを使ってジーンズを作ったわけ。うん、でそれで最初のジーンズ色はもともとあの色は何色だったっけ、あれあれ、それどれ、あれこれ、あのジーンズの最初の色インディゴカラー、インディゴ、はい、インディゴカラーって、ね、藍色ですね、藍色でしょ、うん、あれはそういう人たちが蛇に噛まれるようになって、うん、毒蛇に、で蛇が嫌うインディゴを使って、うん、いわゆる蛇よけに作ったのが、うん、あの紺色のインディゴカラーのジーパンで合ってると思うよ俺は。すごいすごいすごいでしょ、うん、答えるだけじゃなくってちゃんと解説までできるっていうのも、うん、そういうことなんですよ。さすがです。それ合ってると思う、はい、合ってると思います、はい、それでは、第8問、はい、抗ウイルス抗菌用光触媒コロッシュコートに含まれているものは、はい、1シルバー、2はい、行っちゃうよ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 、シルバーリナッチ、チャンスだよな。あ、そうか、全部聞かなくてもいいんですね。大丈夫ですよ。さっきから俺聞かないんだよ、どうしてるやん。分かったか、今頃ちょっと、これがね、A 型ない。ああ。これ A 型の、こう、どっか抜けてのーんってしてるのが A 型のってのがある。さっき俺途中で言ってんのに、今だから炎上しますよ。よし、でそれが悪いわけじゃない、それが悪いわけじゃないよ。で今頃さ、で途中聞かなくていいんです、で何問目今何問目、いやーそうっすね、シルバー、正解正解正解分かったらポンって俺押してるやん。このシルバーが入ってることによって、はい、細菌とかそういうのを殺すんよね、うんうん、で、あと銅もいいよね、うん、そうです、銅マスク、シルバーが入ると、うんうん、だからコインっていうのは10円玉とかコインを使うのは、うん、あの雑菌がつきづらいんですよね、うんうん、さすがですね、さすがですね、なんでもかんでもさすが、この千円札なんか顔がだいぶ喜んでますよ。1万円札って磁石の動くの知ってた、え本当の強い磁石を使うと1万円札ずっと磁石にこう、あん中に練り込まれてて、磁気のあれが、そういうのもあるの。なるほど、さすがね。さすがですよ。何問でも来ちゃえ。今まずいまずい、ちょっと6対2。あ、そうですか。絶対食いたくないもん俺。第9問、サンバさんが大名行列を横切ってでもいいというのは有名だが、他にも横切るのを許されている職業がありました。飛脚。正解。正解です。これです。飛脚です。はい。最高です。はい。それはなぜですか。なんか緊急用のいわゆる下足とかそういうのあるからじゃないかなと思うんだ。でもそれを飛脚はあの横切ることができた。もうその当時に生きてらっしゃいそうな感じで。そうだったみたいな。まだまだその頃野球はなかったし生まれてないですね。、うん、じゃあ続きまして、はい、第10問、うん、映画007において、うん、ジェームス・ボンドが身につけたことのないブランドは何でしょう、うん、1番ロレックス、2番セイコー、3番ジャガー・ディ・クルト、はい、セイコー、いや、聞こえてませんよ。間違ったんやろ。
ロレックス？え、聞こえてませんよ。え、ジャガールクルト。正解。わあ、そうだったのか。それしか言いようがないだろう。そうですね。こんなみんなく、みんな寄ってたかってなんだよ。今7対3ですか。これが最終。やめろよ。チャンス問題って言うなよ。いいかいいか、これが分かったら何ポイントって言うなよ。いいかいいか、絶対それ言うなよ。最後5点です。おそれおかしいやろ。よし、まだいける。それおかしいやろ。まだいける。5点です。まだいける。じゃあ問題いきます。抗、うん、ウイルス抗菌用光触媒コロッシュコートはどこで買える？ A キャストパートナーズ株式会社。そこはまた後で差し込むけど正解。おかしいよ、ね、絶対に絶対おかしいよ。その最後のさ、そのなんでや。ということで、何最後それで OK です。何ということ、これ見てる人が絶対反感買うぞ。反感を、はい、そういう面ではちょっと2人で頑張ろうや。はい。ということで、うん、今日の40倍は、うん、2人で挑戦してくれます。いや、じゃないと俺は絶対食べたくなかったのに、すごいすごい頑張ったのに。そうだ。いや、俺頑張ってた。クイズってさ、これよく分かった。これね、最終やる前から最終問題はどういう、どう何点だって聞いとかなかんない。ああ。で、最終問題は5ポイントでもいいんよ。そうですね。ただ、俺は6ポイント差つけとけばいいわけや。そういうことですよ。絶対あの、そうそうそう、ゼロ工事させなきゃいけないわけや。そうなんですよ。そうすれば俺もっと頑張ってるやんけ。いや、ほんとそう。で、後継げて5点あれば逆転できるって計算やろ。そうですよ。何か問題でもありますでしょうか。時計の問題でもそうだし。そうですよね。俺何かありました、そういうの。で考えたら、あ、でもどうしようもないんだわ。あそこで勝ってても俺が、そう、ここで、いや、これですね、あ、こういうことなんですよ。え、でもすごい。いやー、もうね、難しかった。問題出す側からしても本当苦労しましたよ。本当になかった問題一個くっつけましたからね。ジャンピング問題としてですね。ほんとどうなってるの。もうあまりにもリナちゃん弱すぎましたね。まあでも結構俺知ってるよね。いや、吉彦さんはやっぱり、ね、うん、すごいですよ。雑学王ですよね。うん、でも面白い。歴史って結構面白いから、うん、そういう面ではあれを勉強すると、昔の人のことわざを勉強するとすごい勉強になる、うん、今当てはまることたくさんある。なるほど。そういう面では、うん、はい、どうも今日は本当に、いや、あの、吉彦さんありがとうございました。時間です。もう、そうでしょ、罰ゲームしに行かないと予約の時間があります。締めてください。最後お願いします。よしこチャンネル登録よろしくお願いします。で、あといいねもよろしくお願いします。お願いします。イエッ、ふざけんなよ。あはじゃないだろ。ね、ここはね、はい、来たことある？ない、初めてです。西陣中央商店街って、もう昔は車が入ってたんだけどね、はい、これ博多からのトラですよ。40倍の罰ゲームの決戦の地でございます。いや、すいません、行きます。どうも。いや、すいません、今日は、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。いいねもたくさん押してください。その前に登録をよろしくお願いいたします。